津川映座は日本の映画監督、脚本家。代表作に野獣しすべし、君も出世ができる、ホタル川など。大阪府大阪市西区新町で石綿製造販売業の家に生まれ、大阪府立山中学校、姫路高等学校を経て、1953年東京大学経済学部を卒業し、東方に入社。映画会員のきっかけは、 終戦直後の日本に大量に輸入された外国映画の洗礼を受けたことだった。助監督時代に執筆したシナリオ、危険な英雄たちが、1957年に鈴木秀夫監督、石原慎太郎主演によるピカレスクドラマ、危険な英雄として制作、公開され、シナリオもかける助監督の有望株として評価を受ける。1958年9月、 東方助監督会を中心にして起こった石原慎太郎の監督起用反対運動に対する会社側の解決策として岡本喜八と共に監督に昇進。当時、チーフ助監督として長い下積み期間を要した助監督たちの中にあって、菅は成瀬幹夫監督の岩し雲一本のみしかチーフ助監督を経験しておらず、入社から5年。 27歳での異例のスピード昇進であった。デビュー作は同年の青春白昇となにはわからない。1959年の第二作野獣しすべしでは若いスタッフが中心となってクールなピカレスクロマンを作り上げ、日本映画のヌーベルバーグと絶賛されるが、主人公の完全犯罪が成功する結末はエイリンに修正を要求されるなど物議を醸した。 日本映画には珍しい洗練されたハードボイルドタッチの作品を得意とする一方、日本独自のミュージカル映画を作る野心も持ち、1964年には渡米して本場のミュージカルを研究するなどし、その成果を踏まえて本格ミュージカル映画、君も出世ができるを監督。また、松本清張原作の獣道では、 正解を巻き込んだスケールの大きな犯罪劇をクールに描き、植木投手園の日本一シリーズの監督に起用されると、戦後史を織り混ぜた、ブラックコメディ、日本一の裏切り男、アングラ風味で世相を描いた、日本一の断絶難の日本を監督した。1976年、東宝を退社して独立プロダクション、菅は映座プロダクションを設立。 翌年 ATG との提携により、井上久志の擬曲を映画化した日本人のへそを制作、公開するが、その後はテレビドラマの演出、脚本が中心となる。1987年、10年ぶりに映画、蛍川を手掛ける。遺作は山田大地原作の飛ぶ夢をしばらく見ない。晩年、東京の名画座、大井武蔵の館で特集上映が組まれた。 また、テレビドラマの脚本家として、NHK のドラマ、イガタで、文化庁芸術祭奨励賞、同局のドラマ銀河テレビ小説、父と娘の季節で、放送費評価賞を受賞している。私生活では無宗教を貫き、1969年に、女優の真理明美と再婚した際には、愛の契約書を交わして、挙式に変えた。また、映画作りにおいては、 妥協を許さない、独自のこだわりを貫き、文芸映画を撮った際には、原作者と衝突することもあった。僕たちの失敗では、原作者の石川達造と衝突し、石川は、私は、あんな屈辱に耐えたことはないと激怒したという。なお、最初の妻は、女優の清水谷薫で、睡眠薬を服用して休止したといい、脚本家の白坂義雄は、葬式に駆けつけると、 古代妄想癖が少しあった寺山修司が私の横にいて囁いた。菅川のやつ、持て余して殺したんだよ。あの奥さんをと書いている。また、大衆文化評論家の佐志田文雄は、菅川の映画ブラックコメディアー。バカに狂言自殺や睡眠薬で眠った娘を抱えてさまよい続けるシーンが登場する理由は、菅川が妻の呼吸がおかしいので、 病院に運び込む体験したことをヒントにして、編名、リチャード・スティガーを使って、原作を書いたと分析。キネマ旬報の元編集長、植草信和も、俳優小沢昭一の演じる、まさにブラックな不条理劇で、ミステリアスで、不気味なシーンが多い映画の因果関係について、言及している。ありがとうございます。